Let me tell you about a girl I know. She's my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's what I know, yes I know. Hallelujah, I love her so.石田治、1952年生まれ、大阪府出身。関西の伝説的ソウルバンド、ソーバッドレビューのギタリストとして1975年にデビュー。1989年にチャートのアコースティックデュオバホを結成。現在もさまざまなユニットやソロとして精力的に活動を続けている。そんなスーパーギタリスト石田治がギターストーリーズに登場。自らのギター人生を熱く語る。あ、俺大きくなったら絶対こんなことやろうって、あの日に俺は決めました。ある日突然 F が向こうから F がやってくんでね、あ、なった、ギターで歌を歌えるっていうのはあるんやなって、その時初めて思って。ソウルミュージックをはじめブルースやジャズなどさまざまな音楽との出会い、そして名優チャートのアコースティックデュオバホの結成エピソードも紹介。俺のパートはそうやったりとかね。でチャートはでも感じ。Brothers and sisters。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。世界中にギター弾かせ。ギターストーリーズ。スーパーギタリスト石田治がこの後いよいよスタジオに登場。毎回一人のギタリストを迎え、自らのギター人生を語ってもらうこの番組。スタジオには彼をリスペクトするファンたちがギターを持った生徒としてスタンバイ。全員でのセッションも行われる。はい、どうもこんばんは。長生きと書いて治と呼ぶ、石田治です。どうぞよろしくテレビのカメラが回ってて、でこんだけギターやってる人に囲まれて、なんか自分がプロになったような気になってね、そこでツッコミ入れてくれてもええよそう、せっかくやから、まあ、なんかみんなに一緒にやろうということで、まあ、ニューオリンズの曲なんですけども、アイコアイコっていう曲で。アメリカニューオリンズの伝統的なフォークソング、アイコアイコ。女性ボーカルグループディキシーカップスのヒットによって有名になった。まあこれはイントロとか感想これでいきますね。で俺が歌が入ったら、途中で D が入ります。大丈夫ですかね。よ、さすがやね。君らの方がテレビ慣れしてるんちゃうそんなことないか。それで、途中で、2コーラス終わったら感想になるんですけども、ここで一番年若い人誰やろ。君、お互い年知ってんの。さっき確認しました。あ、確認した若いもんから言ってみようか、はい、あ、なんか多分チャーが好きそうな好きやろうなっていう感じがした。じゃあ君が2人目にやってもらうかな。じゃあ一番多分先輩の、あなたに先輩って呼ぶからね、はい、で最後に、その後ろの、さっきトイレでツレーションした君、はい、ツレーションって言うわな、はい、じゃあやってみましょう。私の間の国境を越えて、もうずっと前から君に会いたかったのに、遠い国から君の歌が聞こえてくる。今その季節を感じたい、風に吹かれたい。 Talking about Hey Now Hey Now アイコアイコアンデ
ジャコモオピのアンナネ、ジャコモオピナネ F。 地肌の色が違ったり、別の言葉で喋っても君を遠くに感じない。この空の下で大人も子供も同じ、太陽が照らすとき胸の扉が開いた。この空の下で時も Hey now Hey now I go I go I'm there ジャコモオフィのあんなね、ジャコモオフィなんね、オライ若い衆。やった、オラ先輩。オラステーション、テイテタトテルムタタトゥリタテイテタトタリトテテトトゥリタテイテタトタリテテテタトトトトトトテリトテリタトタトゥリタトタテイテタトタタタタトタタタトタ。じゃあ歌に行きます。ひずる国で今宵あなたと私、垣根を越えて会いましょう、垣根を越えて。ギタリスト同士今宵あなたと私、垣根を越えて会いましょう、今垣根を越えて。時も Hey now Hey now I go I go I'm there ジャコモオフィのあんなね、ジャコモオフィなんね。 Thank you。一番最初、何気にギターかっこええなっていうのはね、みんなも知ってるかな、小林明さんっていう人が言ってたんやけど、ギターを持った渡り鳥っていうのがあって、すごいモテるんですよ。喧嘩も強いし。でまあ何気にそのギターを持って小林明さん歌ったりするんですけど、かっこええなと思って。で小学校5年になった頃にですね、ビートルズですね、やっぱり。リズムセクションがものすごくよく聞こえんねんね、ドラムとかベースが。でそれがやっぱり初めてしびれたビートミュージックっていうかな、それとギター、エレキギターの音がジャーンなってるのを聞いて、うわかっこいいなと思って、ビートルズの最初の映画がやってきたんですけども、あ、How's Day Tonight ですね。1964年公開の映画ビートルズがやってくるヤーヤーヤー、当時多くの人々はこの映画によって初めて動くビートルズを目にしたのである。ギャーッとビートルズがあのファンに追いかけれるシーンから始まんねんけども、ジョン・レノンがあのマイクの前で立ってリッケンバローってうわーってもあの振り回してシャウトしてんのを見て、あ、俺大きくなったら絶対こんなことやろうってあの日に俺はあの決めました。だから小学校5年のあの日に思ったことが未だに、ラッキーにも続いてるっていうか、とてもあのラッキーやったなと思うんですけども、それでまあ、 あのもちろんエレキギターやりたくなるわけやんけど、家にあったギターがね、なんていうかクラシックギターみたいな形してんねんけど、スチール弦なんですよ。で弦高がこんなんでもう1センチ以上あって、子供の握力では到底弾かれへんのですけど、でも親はエレキギター買ってくれないし、近所にクラシックギター教室というのがあって、あの習いに行ったわけなんですよ。で君どんなんやりたいねって言われて、ビートルズやりたいって、なんか弾けることあるかって言われて、それが弦1弦だけなんですよ。弾けのコードなんて到底あの捕まれへんし、でビートルズ の、 あの恋する二人 I should have known better っていうの、そのメロディーをプチンとか言いながらやって、であの
うちはそんな教えてないから帰りなさいって言われて、速やかに首やったんですけど、そしてついにあの中学1年になった時にグヤトーンのリズムソロスイッチっていうのがついてる、なんかね鉄板エレキですね、あのこのピックガードが鉄板みたいなやつなんですよ、ピッカピカに光ってて、でそれを買ってもらって、ところがビートルズやりたいねんけど、意外とビートルズってやっぱり音楽性は高い、ハーモニーもあれやし、もちろん歌いながらギターのコードもつかまれへんしと、同時にやっぱりあのベンチャーズのエレキブームっていうのが入ってて、でやっぱり俺も一応、まあ、ベンチャーズの方が入りやすいから、これをやりだしたんですけども、小さい焼き小さい焼きいうの、まあ、どっかのユニットがやってましたね、忘れましたけど、ギターやってるやつが、あと2人いてまして、3人でバンド組もって、エレキギター3本で、で近所の、子供会のクリスマスパーティーかな、初ライブ何しようって、バットマンのテーマやろか言うてる、で上で俺がリードギター、オクターブこう使って、バットマンバットマンだけやってるわけで、サイドギターでうんちゃちゃうんちゃうんちゃちゃうんちゃをやってて、まあだんだんちょっとコードがつかめるようになってきて、多分みんなもそうやと思うけど、あの E とか A マイナーとかは最初まあコードまだ鳴りやすいじゃないですか、初めて F つかめた時って嬉しなかった、めちゃくちゃあの最初ほんまみたいな感じやったもんね、 F つかんだ時で、毎日毎日、あ F なれへんかな、なれへんかな思ったら、ある日突然 F が向こうから F がやってくんでね、あなった、俺に革命が起こったみたいぐらいな、感じの気持ちになって、それでそれの最初何がやってた、We're shaking the baby now Twist and shout とかをやりだして、高校に入ったらギターがなかなかあいつはうまいとか言われるやつもいてて、でそいつらとバンドやろうかって、文化祭に出たいなって1年の時なんですけど、当時あのエレキは不良の温床とか言われてエレキ禁止っていうことが分かったんですけど、体育の先生で小林先生って今でも覚えてるんですけど、すごく俺好きやった先生がいてて、ああそうか、ならちょっとお前らの練習あの聞きに行くわっていうので放課後見に来てくれて、で日本の民謡をやりますって、あの津軽ジョンガラプシ、寺内さしきさんとブルージーンズが、やってたんですけども、そういうのやるって言って、で一応先生に聞かしたら、おおそんなんもやんのかいな、ええやん、うん、ちょっと職員会議かけてみるわということで、じゃああいつら出してもいいなっていうことになって、津軽ジョンガラプシやると言いながら本番になったら、パープルヘイズですね、結局あの津軽ジョンガラ節で釣っといて、本番ではこういうあのサイケデリックになるという、そういう それ以来でもうちの高校、大阪府立八尾高校はあのバンド出れるようになったんですけども、クリームとかをやり出すバンドも出てきたんですけども、なんか他のないかなと思って近所のレコード屋に行ったんですよね、アルバムのロックのコーナーいうのも、パッと開けたら帯にアートロックの若き獅子たちっていうのがあったんですよ。若き獅子たちっていうのはなんかあのもともとあの阪神ファンの俺にとってはなんかのグッとくるあれで、で買ったんですよ。Going Home っていう曲があったんです。Going Home, See my baby, Going Home。あのアルビン・リーがこういうのやってたんですけども。1967年デビューのイギリスのブルースロックバンド10 Years After、
アルヴィン・リーの凄まじい早弾きは当時多くの人々に強烈なインパクトを与えた。ブギウギっていうのはブギーっていうのが分かれへんかって、なんじゃこれジャズかなと思ったんですよ。テンヤザフタってジャズなんやと思って、全然あの分からへんかって、何も田舎もんですから、ずいぶん昔のことですから、ジャズ習わんとテンヤザフタできへんのちゃうかなと思って、で勘違いしてジャズ教室っていうのがあったんですけども、ある日先生があの今度はねケニーバレルっていう人が来るから、ジャズギターで、まあその人はのブルースがすごい得意としてる人で、来るから見に行ってきたらって言って、大阪の厚生年金会館に見に行ったらですね、その人以外に2人ギタリストが出てて、眼鏡かけててサラリーマンみたいな白人のおじさんなんですけど、ジム・ホールっていう人が出てきて、でなんかわけわからんのですけど、すごいギターが歌歌ってるみたいに聞こえたんですよ、子供心に。ジャズギターの巨匠ジム・ホール、パット・メセニーをはじめ世界中の多くのギタリストに影響を与えた。見たこともないコードを弾いてて、あ、ギターで歌歌えるっていうのはあるんやなとその時初めて思って、ジャズにちょっとのめり込んで行ったりしたんですけども、でもその当時 B.B. キングは初来日だったんですよ。見に行ってまたぶっ飛びましたね。あのこれもまた全然ジャズとは違うんだけども、ギターが歌を歌ってるっていう感じかな。その時にね、俺チョーキングとかはあんまりビブラートできなかったんですよ。上げたら上げたままだけやってるけども、 B.B. キング見てまずびっくりしたのは人差し指のビブラートなんですよ。それが全然これできずに、もう電車に乗ったりする時もずっとこなしてて、俺何にも考えずにひたすら、席結構空いてても結構これずっとやってた。隣に座る人あんまりいてなかったんですけど、憧れのメンフィスに初めて着いて、ワンブロック曲がった瞬間ナイフ来ない、急に来て、でそうこうしてるうちに、まあ、あの上田正樹さんという人と知り合って、当時その人はあのレイ・チャールズをロックにしたような感じの声でて、だから、結構音を歪まして、まあ、ブルースロックタイプのバンドを彼と組むわけなんですけども、あごめんホンキートークウィメンなんかでもストーンズじゃなくて、あの上国家バンドスタイルで、こういうリフでやったりしてて、それと特に俺あのレイ・チャールズっていう人にすごいあの影響を受けるようになって、あレイ・チャールズの歌みたいなギター弾きたいなとか、レイ・チャールズのピアノみたいなギター弾きたいな、でさっき言ったジム・ホールってジャズの人も意外とそのピアノとかサックスから影響を受けてるジャズギター、ギタリストらしくないフレーズっていうかな、なんかそういう人やって、その個性が俺すごい好きやって、自分でもだんだんそんな風になってきて、その時映画でね、アフリカのガーナにアメリカの、ソウルミュージシャンたちが行って、ドキュメンタリーがあって、ソウル・トゥ・ソウルっていう映画があったんですけども、それのそうですね、ウィルソン・ピケットという人、あのなー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 という曲、60年代を代表するソウルシンガーの一人ウィルソン・ピケット、その情熱的な歌声で数多くのヒットを生み出した。
飛んだんですよ。またソウルっていうのは、その何ちゅうの、人の命っていうの、それがそのままバキーンって出てるっていうか、一気にそのソウルミュージックというものに目覚めていったわけなんやけども、オーティス・レディングとか、ブッカー・ティ・タイム・ビジネスのとか、そのソウルミュージックでもすごく特にもう限定的にアメリカのテネシー州のメンフィスの音がすごい好きやって、それと同時に、まあ、個性を持ちたいというかな、自分で誰とも違うタイプのスタイルのギターをやれるようになりたいみたいなことをすごい感じ始めて、大阪駅の鉄道郵便の積み下ろしみたいな半年ぐらいやったんかな、1日睡眠時間5時間ぐらいやったっけ。でそれで貯金して、よしメンフィスに住むことを決心して、それが23の時かな。憧れのメンフィスに初めて着いて、俺は黒人の人ブラザーやと思って、俺は好きやから、ところが着いた夜にホテルに荷物置いて、お腹減ったから表通りに出て、結構夜暗かったんですけど、ワンブロック曲がった瞬間ナイフがないって急に来て、あ、俺メンフィス主屋で俺って死んでしまうのみたいななって、実際弾はこれぐらい上がってましたね、あの時はビビって、でも俺金払わなかったんですよ。で傷つけられもせず、その時瞬間的にもう英語全然喋られへんかったんやけど、何言われるの、 I don't understand English とか言って突きつけられてんねんけど、でそのうちの仲間の一人が、こいつ何言うても分からへんが、こんなアホ相手にしててもしょうがないから次のターゲットに行こうってさーっと言って、あーこれはせやけどもうえらいとこ来てしまったなと思いつつも、目的がそうやからアパート借りて、当時もうスタックスは潰れてたんですけども、もう一つ同じレベルでハイレーベルっていうのがあって、そのアルグリーンとかいうすごい素晴らしいソウルシンガーがいてて、そこの音も大好きやって、で毎日毎日それでも怖いねんけど行くわけなんですよ。スタジオの入り口で I'm from Japan I love Memphis Sound I love Soul Music とか言っても、何お前みたいな、お前小僧が、お前日本から来た小僧がそんな分かるわけない、帰れ帰れみたいな毎日言われて門前払いねんけど、しつこく行くわけなんですよ。である日、それ2週間ぐらい続いたかな、俺は彼の存在知ってたんですけど、ジーン・アンダーソンっていうね、黒人のローカルヒット出した人が言ってたんですけども、彼がお前毎日来てんな、ちょっと中来いって言われて、え入れるんやんって、そのメンフィスハイスタジオの中連れて行かれて、ピアノブースで彼が、俺がメンフィスサウンド聴かしたるって言って、ゴスペルピアノでガーンって歌ってくれた瞬間、もうあついに来たっていうのは涙ポロポロもんやねんけども、でそこからそう感動してるうちに、アンピープルスっていう後々すごいお世話になる、女性シンガーなんですけども、その人たちのレコーディングの休憩時間で、この黄色いのなんかやるらしいでって言ったら、アンピープルスは出てくるわ、旦那のドンブレントさん出てくるわ、でバックのハイリズムメンフィスハイリズム、あティニーホッチスやとか、アコースティックギター一本ポンとかで、当時エレキしかやってないし、でバンドばっかりやってたから、一人でできるレパートリーなんかないんですよ。あれちょっと待ってよ、昔俺キャバレーでバンドでギターやってる時サテンドールやってたなって、あれだけコードでなんか弾けるかなっていうのでやってみたんですよ。っていう曲やってんで、まあ途中でアドリブ。もう必死で。なんかそれなりに自分なりに必死でそんな生ギターでやったら、彼らジャズとかあんまりやるタイプの人やなかった、逆にびっくりされて、お前すごいなとかいうことになって、毎日これから遊びに来てもいいよっていうことになって、でそこからフリーパスになったんですよ、ついに。でそのそれこそキャバレーで歌謡曲のバックとかやってたんですよ、手品のバックとか。その時に覚えた曲は、その時に、まあ、ゲイは身を助けるっていうの、まさかメンフィスでそれを踊るかれるなんて思ってなかったんですけども、
でも一番最終的に思ったのはすごいシンプルなことでも気持ち入れてやるっていうことをすごい俺学んだような気がするんだけど、そのギターでも、こういうあの普通のアルペジオ、これはすごい気持ち入れてやってるっていうのがすげえ感動的やって、ギター始めた人1週間でできそうなことをなんかかっこよく聞かすっていうのすげえなーと思ったりしたことがあって、まあ、いろんなことあってメンフィスから日本に戻ってきたんですけど、大阪で僕の友達とかがバンドを結成してるわけなんですけど、一人はギター、あの山岸淳史っていうのが言ってまして、今ニューオーリンズであの絶賛活躍中なんですけど、山岸とんで、まあ砂川君っていう、ボーカル、そして北京一っていう元漫才師で今はパントマイマンなんですけど、彼もボーカルで2ダブルボーカルで和製ソウルバンドみたいな感じで、彼らがやってまして、俺も帰って参加することになったんです、山岸君とツインリードで。でいろいろやってるうちにものすごいあの変なバンドやったし、すごいあの即興性もあってソウルっぽいんですけど、今でいうジャムバンドっぽいとこもあって、改めてソーバートレビューという名前に変えて、でツインリードでやる、でロサンゼルスでレコードデビュー。誰か教えてほしい。1975年デビューのソーバッドレビュー、1年余りの活動ながら関西のソウルシーンに強烈な印象を残した。当時山岸君と俺全然タイプ違って、あの山岸はもうジミー・ヘンドリックスバディガイタイプっていうか、もう音は歪ましもくすぐわーっと、りあえずあの行き先のライブハウスの PA 飛ばすのが趣味でしたから山岸で、俺はシールド一本タイプだったんですよね。音絶対歪まさないタイプで、あのそれこそ MXR の当時のフェイズシフター、あれ一つだけの時やりましたね。でツインリバーバーもクリーンチャンネルだけでやってたりとか、あのさっきもアイコアイコでちょっとやったけど、トゥッタトゥッテルレタドラテトゥッタトゥッタトゥッタテッテッタトゥリトテテトゥタトゥッテタトゥッテ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 テ、こういうあの当時あのちょうどレコーディング見た時、あのジョージ・ベンソンのマスカレードかなんか流行ってたと思うねんけど、それの影響でやって、俺は感想でこれやってみたんですよ、口ユニゾンみたいな。もし普通にギターソロとかやってるだけに、飽きた時にぜひともおすすめです。俺あんまりインストゥルメンタルばっかりの CD とか、あんまりギターミュージックみたいなばっかりを聴いてたんじゃなくて、必ずそこに歌がある、音楽をずっと聴いてたよなっていうのはつくづく思ってんで、自分でも、曲書きたいし、もちろんギターも大好きやし、でそこに何か命が入ってればええわっていう考え方で、ガスっていうグループ、これ結局 CD デビューできずに終わったバンドなんですけど、そのバンドで初めて俺もリードボーカルをやるようになって、そのバンドにあのオープニングアクトで当時すごく人気があったあのアメリカのジャズグループで、ジャズファンクグループかな、クルセイダースっていうのがあったんですけども、そのボーカルやってるランディ・クロフォードさんが、本ちゃんでクルセイダースとアンコールでストリートライフ歌う前に前座でランディ・クロフォードのバックをやれというお達しがありまして、あこれはやりたいなということで、そのガスっていうグループで参加することになったんですけど、そのクルセイダースのサックスのウィルトン・フェルダーっていう人がいてんねんけども、彼のプレーが俺すごい好きやって、ここでちょっと音源聞いてもらおうかな。そのストリートライフっていう曲のイントロで彼の、サックスのソロメロなんですけども、thank you.
こういうサックスみたいなギターが弾けたらなっていうところのまた俺が芽生えてきましてですね、もちろんテナーサックスですごくあのブレスがはっきり管楽器やからもちろんギターともちろん指使いサックス違うけど、あなんかこんな風にギターで歌われへんかなっていうので、まあ、珍しくコピーしてみたんですけど、次難しいね。もうジョン・コルトレーンとかに多分ウィルトンさんが影響を受けてるあの4度のフレーズっていくんやけども、そう他の楽器からのなんていうの、影響、ギターはギターなんですけども、ギターの指使いばっかりと違うなんか、歌い方っていうかな、フレージングっていうのすごい反応してしまうというか影響を受けてしまう、ちょっと変態の俺なんですけども、そういうとこあるんですよ。だから自分の作る曲とかにもそういうのが大いに反映されていったりとか、東京の僕よりか3つ下のギタリストに出会うわけなんですけども、まあ、2人でああいうバホっていうなんていうんですか漫才、20歳の時にとある東京の僕よりか3つ下のギタリストに出会うわけなんですけども、俺はそのさっき言ってた上田正樹さんが後々やるサウス・トゥ・サウスっていうバンドの俺ゲストギタリストをやったんですけども、名古屋の、コンサートで初めて対バンになったバンドがスモーキー・メディスンって言って、あのボーカルが金子麻里さん、でギターがもちろん、チャーですね。まあ最初見た時あこんなギター見たことないなって思うぐらい、あのメジャーセブンのコードつかみながら音は歪んでましたからね。普通メジャーセブンってその時とこういう優しくやる感じのものがジャーンってやってるね。でも、すごくかっこよかった。で音もすごくいい音出したし、で、あこれが噂のチャーかっていうの、実は存在はあの聞いてたんですけど、あの山岸君から、東京にバリバリやでって言ってチャーって出てきてからバリバリやって山岸があの言ってたんですけど、あこれがそうか、あかっこええなと思って、で向こうは向こうでこっちの演奏を聴いてたんですけど、俺ジョーパスっていうギタリストがいてたんですけど、その人俺はその時どんなプレイやってたのか分からへんけど、ジョーパスさんみたいになんかみたいな感じでやってたと今の記憶たどって、考えればそうなんですけど、そんなことやってる俺を見て、まあ、彼は彼でまたこんなギター見たことないわと思って、思ってたらしくて、2人で電話帳楽屋で交換電話番号交換して、まあ、彼も初めて06っていう市外局番を書いたん俺が一番最初らしいんだけど、俺も03っていうのを市外局番書いたん初めてだったんですけど、で まさかその時はあのアコースティックギターでですね、まあ、2人でああいうバホっていうなんていうんですか漫才、デュオみたいなのをやるとはまさか夢にも思ってなかったんですけども、本当彼と俺ってほんまスタイルで言ったら全然違うんですよね。あのほんまチャーはロックの申し子のようなスタイルやし、俺はどっちかというとあの有色人種系っていうか、そういう音楽に反応してて、あのお互い首は長いんですけどね、顎もないし、ね、喉仏も出てるし、でまあそんなこんなの彼とねアコギであのバホっていうのやりだすんですけども、まあ、一番最初あの俺が大阪に住んでる頃、あの大阪石田治も大阪スリーデイズっていうのがありまして、石田治&ロッキン卵っていう、バンドがあったんですけど、それにチャーがゲストで入るっていう。
で、まあ、2部からチャーが出てきて俺らの一緒にエレキですよやーってやってアンコールで2人でまあアコギで何かやろうかっていうことになったんですが、アンコール来て2人でまだレパートリーないわけなんですよ。アンコール来たけど、じゃあダイヤモンドヘッドやろうかアコギでって言って、で2人でオベーションでダイヤモンドヘッドやって、なんかそれがなんか新鮮やったらしくて、その前アコギで山岸君と渡辺克美君と3人で勉強トリオっていうセッションバンドもやったりしてたんですけど、それでもアコギでベンチャーズをやったりしてたんですけど、今度はチャーは大阪駅で、終電が終わってから始発までの間駅の構内でアコースティックばっかりで、普段バンドやってる人たちもアコースティックでコンサートをやるっていうのがありまして、それで今度チャーが俺をゲストに呼んでくれたわけ。つまり大阪に住んでたから俺現地調達で住むから、そう、それでですね、まあ2人でもうチャーのホテルの部屋で2時間ぐらい合わせて、あの時もすでにオールアラウンドミーとか一緒にやったかな、そう2時間ぐらい合わせてパッと出て行ってやったら、またこれがドッカーンということになりまして、それで2人でまあやることになったんですけども、チャーは自分の書いてきた曲もあったりして、で俺アミーゴっていう曲を書いたんですけども、次が っていうパターンなんですけど、なんかちょっとピアノっぽいんですよね、この考え方がっていうか感じ方っていうか作り方が。変なとこもあるんですけども、まあそんな変なことよりもバホって言ったら、ずいぶんいろんな変なこと2人で考えましたよね。上を向いてあるこう漢字ひらがな歌い分けとかね、2人で上を向いてあるこうチャーが漢字歌うときは俺はひらがなだけなんですよね。上を向いてるこう、俺のパートはそうやったりとかね、でチャーはでも漢字で歌ってて、それと三弦ギターっていうのがあって、知ってる、ね、知ってるよな、みんな。難しいやろ、すごい難しい。2人で3本ずつしか弦張ってないのな、俺が1、3、5か、でチャーが2、4、6。あえて普段弾くとこ弾かないっていうことがもうものすごく苦しいほど難しいんだけど、そう、禁じられた遊びなんかでもそうやね。俺はこっちやねんけど、チャーはこれも辛抱ですね。ただしそれもステレオで流してもらうとかね、 PA にいっぱい練習したな、あれとかも。ほんまにあれはバフォで一番あれ練習したんちゃうかな。チャーとやっててやっぱ一番思うことは共通項、バッキングは、例えば俺歌う場合のバッキングは歌いやすいんですよね。で彼が歌う時俺もそうあろうとしてるし、つまり俺とチャーって別にギターの比べ合いでも何でもなかったし、バフォっていうのは。ただ彼も歌ってギター弾くっていうやつやから、歌うやつの気持ちってすごい分かってるギターを弾くんですよね。 Where are you? 元気かい? Brothers and sisters。 てなわけでもうそろそろ終わりという時間が近づいてきたんですけど、ギター弾くっていうことはもしかしたら自分探しであることも確かかもわからない。でその、ギター触ってるうちに、例えば君のギターが君に教えてくれることっていうかアイデアくれることあるはずなんですよ、技術だけとかじゃなくて。そして、できれば、歌を歌ってほしいかなっていう気持ちも俺は実はあるんですよ。ギターを弾きながら、
何か歌いたいことがあったりとか、そういう風なみんなになってほしいなって、あの歌を歌うようになったらギターがすごくまた変わってくると思うんでね。で、気がつけば、それぞれ一人ずつがこの地球の上でたった一人の個性になってるギタリストであるということを、すごく俺は願ってるし、決してギター手放さず、ずっとギター弾いていってください。ありがとうね、本当に今日はどうも、はい、ありがとうございました。今日はどうしてもやっぱりちょっと今日朝起きてここに来る間にやっぱりこの曲歌いたいかなっていうのがすごいありまして、アコギで一曲やらせてもらいます。それこそ3月11日にああいう、大きな地震があって、実は次にやる曲は16年前、神戸で阪神地区で、大地震があった時に、作った曲なんですけども、ブラザー&シスターズ。Brothers and sisters, 今日生きている世界中に散らばる星くず、今 How you doing? この風に乗って君のニュースが聞こえてくるのさ。Sisters, ちっぽけな世界、愛し合ったり傷つけ合ったり、今 How you doing? 地球はまた回る、罪深い僕たちを乗せて、 You and me live in this worldWhere are you? 元気かい? Brothers and sisters 君が住む街の空は晴れたり泣き出してみたり、今 How you doing? 夢の中で見る遥か彼方の遠いパラダイス。Brothers and sisters 笑い声響く花咲く丘でいつか会いましょう。今 How you doing? どこかの街角で口ずさんでる自由のメロディー。 Come on now. You and me live in this world. Where are you? 元気かい?Brothers and sisters お日様の下で夢のかけらを今日も探してる、今 How you doing? いい時悪い時変わる景色の中に君がいる。Brothers and sisters 今日生きている世界中に散らばる星屑、
今 How you doing この風に乗って君の声が聞こえてくるのさ Come on now You and me Live in this world Where are you 元気かい Brothers and sistersBrothers and sisters, I want to hear your voice, yeah. Brothers and sisters, ooh, yeah. Brothers and sisters, oh. Thank you.